へぞらいます。鶴田選手の大きな声が飛びます。そして三沢選手ののぶとい声が飛んでおります。反感謝礼で淵がやられました。そして札幌大会パウリがやられました。いずれも超スライ軍。このあたりちょっと肌色が悪い。もっと遡ればシングル4対4は2回ありまして、超スライ軍の1勝1分け。サバイバルタッグマッチでも超スライ軍が勝っております。そのあたり左足負傷の田植え、そして鶴田どういう風に挽回していきますか。武道館は来週放送。もう時間がないんです。さあ左足攻撃始まった。三沢美猿ステップオーバーだ。東方楼に行った三沢美猿。川田の三冠挑戦が決定しますと、鶴田は前チャンピオンのゴディ・ウィリアムスではなく、この三沢小橋を指名いたしました。昨年秋武道館三沢のフェイスロックに対日本人初ギブアップをいたしました鶴田。チャンピオンカーニバル A 代表にも三沢にさらわれております。その思いがこのコーナーの鶴田にあるでしょう。逆エビ片エビに入りました。鶴田が出ます。鶴田が出ます。ブーイングが飛びます。やはりチャンピオンカーニバル決勝はこの俺が出るべきだった、借りは倍にして返すというふうなことを言っております鶴田。菊池も左足攻撃を見せております。桃田さんお話のように、まあ、開幕戦それから札幌あたりでは場外からの攻撃に終始しました田植え。しかし前回放送の仙台あたりでは回復の兆しも見せております。今日はどうでしょうか。機関銃のように攻め込んでいくのは菊池剛。アジアタックプロ入り初のベルトを奪取なりました前回放送の仙台菊池。リング上そのチャンピオンベルトの方が大きくて、ちょっとこの菊池の格好が悪かったんですけれども、顔をくしゃくしゃにして本当に全身で喜びを示しました菊池。鶴田のカットに合っています。さあ三沢美猿、向こうから戦わせろと言われるようでないとダメなんだというふうに話しています。鶴田も締め